お魚さん、お魚さん、お魚さんだよお魚さん。おう、見ればわかるぜ。セイバープースサーモンっていうらしいな。あれから月日が流れ。もう魚には飽きた。時代は肉だ。もっと繊維が細かい食べ応えのあるチキンだ。貴重な肉をよこせこの可愛いモフモフちゃんねー。あーあー、可愛い堂々がー。さらに月日は流れ。なんだこの恐竜は。よ、飛びかかってきたぜ。あーあー、貴重な木材が盗まれたー。やれ、あいつをやってしまえ。この野郎、私の大型木造建築計画を邪魔するなー。あれから5年。嘘つくな。あ、うん、ついにできたぞ。なんだこの施設。我々の努力の結晶、大型木造建築。本格的な最初の拠点よ。おう、じゃねえよ、飛躍しすぎだろ。建築中の録画が全部吹き飛んだんだよバカ野郎。だからって限度ってもんがあるだろうが。この施設には名前がないのでコメント欄にて募集します。いい感じの名前があれば採用させてもらうぜ。この施設は居住区としての役割の他に、アイテム保管、防衛、アイテム作成、索敵などの役割を果たせるように設計されているよ。すごいな、この施設一つで様々なことに活用できそうだ。この施設を含めた初期拠点関連施設は次回紹介していこうと思うから、お楽しみに。おおお、この人力さんたちの服装も布装備から革装備に進化しているな。そうだね、これまでは恐竜にはノータッチでひたすら採取と魚取りだけでやってきたけど、今回初めての恐竜捕獲作戦に向け堂々の革を用いた革装備の生産をスタートしたんだよ。革装備ってこれまでの布とはどれくらい進化してるんだぜ。そうね、防御力は布の2倍、耐久値も 1.8 倍に強化されてるわ。結構違うな。ところで恐竜捕獲作戦って、一体何を捕獲するんだ？白亜紀後期の中型草食恐竜、トリケラトプスよ。トリケラトプス、聞いたことあるな。てかよく見かけるなこの角生えたやつ。この恐竜はサイズや見た目的に強そうだったから、これまでスルーしてきたけど、実は草食恐竜らしいのよね。草食か、なら安心できるな。しかしながらこのトリケラトプス、何もしなければ襲ってこないんだけど、攻撃するなどしてちょっかいをかけると、防衛本能からか、猛烈な反撃を仕掛けてくるの。そうなのか、侮れんな。で、角があったりするからある程度察せるだろうけど、ある程度の戦闘能力が備わっていて、私たちが槍を持って挑んだところで到底かなわないらしいのよね。最初の捕獲としてはなかなかの強敵だな。これまでスルーしてきて正解だったと言える。しかし、そんなトリケラトプスに今回は挑むのです。そうだな。これまで恐竜たちから逃げてきた我々だが初めて恐竜に挑戦するわけだ。ああ、緊張する。大丈夫だ。これだけの規模の防衛設備を建築したんだぜ。あとはしっかりと作戦を練って挑めばきっと攻略できるはずだ。そうね、作戦ね、作戦。そんなに悩むことか？弓矢とかを使って遠くからバスバス当てていけばいいじゃないか？待て、弓でバスバス撃ち抜いたら捕獲できずに死んじゃうかもしれないじゃないの。あ、そうか。捕獲しないといけないんだった。そうよ、難しいなぁ、作戦かぁ。まあ大丈夫、今思いついたから。お、ぜひ教えてくれ、どうやってトリケラトプスを捕獲するんだぜ。このアークには弓矢みたいな殺傷攻撃の他に、打撃による気絶や、麻酔やなどによる気絶があるみたいなのよ。なるほど、麻酔攻撃か。しかしながら私たちにはまだ麻酔攻撃のノウハウがなくてね、建築と採取でレベルはとんでもなく上がってるんだけど、材料調達や作成は一切行ってこなかったのよ。まあ危険な恐竜と対峙したことないしなぁ。需要がなかったからね。まさにこういう時に必要だったけどね。そんで、麻酔矢がないならどうするんだ？打撃系の攻撃で気絶させるしかないわ。打撃って、私たちの技術レベルではコンボで叩くのが精一杯だぜ。そんな超近接武器では人力さんもろともトリケラトプスに殺されてしまわないか？ふっふっふ、なんと、武器系の生産が遅れてる私たちでも、離れたところから気絶地を削ることができる武器がございます。なんと、それがこの、パーチンコでございます。舐めてんの？いやいや、私は至って真面目よマリサ。このパチンコはそこら辺に落ちてる石を飛ばす道具で、弾薬調達が容易なのはもちろんのこと。肝心のパチンコ自体も最低限の木材と繊維と革だけでお手軽に生産できるの。ふむ、即座に用意できて気絶ダメージを与えれるのは分かったが、射程や威力はどうなんだ？正直いまいちだけど、それを補うためにあの拠点には、対中型、または大型恐竜船に向けた、防衛アンドテーム用の設計を組み込んでいるのよ。ほほう、あとは問題の石の投射量なんだけど、そんな時のためのマンパワー、人力さんたちの力を借りて、K4 門のパチンコから石を放ちます。おお、お前一人だと思いきやその4倍の火力で攻めれるんだな。そうです。どうかしら、正気が見えてきたでしょ？確かにこれならいけるかもしれない。ちなみに、施設への誘導は、人力さんの中で最も足の速い人力さんに任せます。よろしくだぜ、人力さん。そんでもって、パチンコや装備は整ってるみたいだが、さっきから何をしてるんだ？今はトリケラトプス探しよ。ふむふむ、トリケラトプスにもレベルが存在していて、なるべく高い個体が強くて狙い目なんだけど、強すぎても捕獲が難しそうだし、程よいのを近場で探しているのよ。なるほど。そんでもって近場に強い個体が全然いないので、仕方ないので、レベル8のトリケラトプスに挑戦しようかと思います。うむ、健闘を祈る。
それでは、戦闘態勢を取れ。すべての窓を展開。どうして戦うのに窓を開けるんだぜ。すべての窓を開けることでトリケラトプスの位置を把握しやすくしてるのよ。なるほど、索敵力の向上か。それに施設のどの位置にいても素早く外を覗けるしね。まだ道の恐竜も多いが、恐竜の中には遠距離から攻撃してくるやつもいるかもしれんぞ。そういう時には窓を閉めて中央や屋上から索敵します。なるほど。それでは窓を開けた人力さんから全員集合。よし、集まったわね。てかお前でけえな。まあ巨人ですし、恐竜並みにレアな生き物やんけ。よし、ではこの4人でトリケラトプスを捕獲していくわよ。よし、それじゃあ行こう、人力さん。あいあいさー。って早すぎだろ。どうやらこの人力さんはポイントを速度に振りまくったらしいのよ。この速度なら安全に誘導できそうだな。そうね、人力さんごとのステータスをうまく活用している感じよね。ところで、どういう段取りで作戦を進めていくんだ。まず人力さんにトリケラトプスを攻撃してもらい、突進してきたら私たちがそれを観測するわ。なるほどなるほど。そしてある程度の距離まで来たら私たちも拠点に向けて脱出し、残り二人の人力さんたちに報告、施設内に逃げ込み攻撃態勢で迎え撃つわ。いい作戦だな。ある程度見えるところまで近づきましょう。そんじゃ、トリケラトプスと人力さんを観測するぜ。おお、攻撃した感じかなあれ。こっちに向かってきたぜ。やってるやってる。そんじゃ、私たちもぼちぼち移動を始めましょうか。よしよし。おい、動きがのろくなったぞ。もしかしてスタミナ切れか。わからない。どうしちゃったのかしら。おや、それだな。また攻撃して注意を引き直したわね。ナイスだぜ人力さん。ここからは全力ダッシュで拠点まで報告しに行くわよ。ただしこまめにトリケラトプスの確認をな。もちろんさ。来る？よく見えんな。まあきっと来てくれてるだろうから拠点まで走る。よし、拠点は近いぞ。走れ走れ。うおー、人力さーん。トリケラトプスが予定通り向かってきてるよ。施設に入って迎撃態勢に移って。了解。私の担当は2回、そして2人の人力さんには3回と4回から攻撃してもらうよ。わかったぜ。さあ、来やがれトリケラトプス。上のお二方も配置についたぜ。よし、迎撃準備は万端ね。あとは人力さんとトリケラの到着を待つのみ。どんどん近づいてきてるな。いつでも来い。よし、それではパチンコを構えて戦闘開始。くらえ。よし、当たってるぜ。最初だけね。やばい、人力さんがダメージを負ってる。ノックバックが強いな。かなり吹っ飛ばされてんぞ。というか施設に攻撃してきてるわねこいつ。大丈夫なのか。耐久値的に木造の部分は大丈夫なんだけど、藁建築の箇所は厳しいかも。後々の修理で人力さん断ち切れてそうだな。これ以上破壊されないためにもそろそろ気絶してくれ。相当な数の石を放ってるからな。そろそろ気絶してもいい頃合い。あ、離れていった。施設の玄関下に入ったな。行け、人力さん。よっしゃー。やったー。よし、ついにダウンしたわね。それじゃテイムに移ろうぜ。テイムするには、無意識状態の恐竜のインベントリを開いて、その恐竜の食べるもの、肉やベリーなどを放り込みます。肉食なら肉、草食ならベリーって感じか。そんな感じ。あとは昏睡状態から覚めないように注意しながら、テイムのパーセンテージが増えるのを待ちます。昏睡から覚めそうならナルコベリーや麻酔薬などで昏睡値を稼がなくてはいけないよ。まあこの感じだとトリケラトプスは大丈夫そうだな。そうね、あとは待つのみよ。ちょ、待って待って、なんかがすっぱす、って音するんだけど。助けてください、別のトリケラトプスが裏から襲ってきてます。マジかよ、おいおい、後ろの藁壁かなり破壊されちまってるじゃねえか。そう、早く倒さねば。パチンコではダメージが足りないぜ。私は弓とか持ってないし、なんでこんなことになっちゃったのよ。どうやらトリケラトプスは付近のトリケラが攻撃された際、同種を守るために加勢してくるらしいな。群れで戦闘するなんて知らなかったわよ。想定外すぎるわ。お、味方の人力さんが弓矢を装備していたぜ。ほんとだ、頭に矢が刺さってる。そしてこっちはパチンコが壊れたぜ。はいはい、次のと交換。って倒してくれたみたいね。よかったよかった。これでまた一つ学んだな。そうね、今の私たちの課題、それは武装、防衛能力の低さね。違いねえ。これからは武装の生産にも力を入れていかないと。そうだな。
とりあえず早いとこ弓矢の生産を開始して、こういったハプニングにも即座に対応できるようにしないとな。うん、頑張る。我、襲い来る恐竜を仕留めたり、うんババ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 民族か何かですか？トリケラ撲殺民族ウンババ百花族であります。滅べ、死んだぞ。てか撲殺民族ならもう一頭も殺さねばならんだろうが。あ、そっか、それミヤで殺したのなら撲殺とは言わん。あ、そっか、ボットか。よし、ではテイムを待ってる間に後片付けをしましょうか。そうだな。どうすか、ここの破損具合は。これは、なかなかに破損がひどく、新しい上位素材に更新すべきかと。まあ、藁建築は木造の10分の1の耐久値だしな。これを機に藁部分と崩壊箇所をすべて木の壁に更新するとしよう。大変だけどやる価値あるわね。私たちも協力しましょう。おう、やってやるぜ。よし、こうかしら。いい感じだぜ。よいしょ。やっぱり戦闘よりこっちの方がしっくりくるわね。今までずっとこうやってきたからな。こっちの藁の壁も更新だな。そうね、これで簡単には壊れないでしょうね。ちなみに、人力さんたちは各自破損箇所を確認し、その補修作業をしてくれています。二頭目のトリケラトプスにぶち切れながら作業していたぜ。そっか。それからしばらく、霊夢たちは補修作業に取り組み、補修と建築資材の更新を終わらせていった。はい、霊夢が一向に終わらないので、2階に臨時ベッドを設置しようかと思います。むしろこれまでなかったことに驚き。まあ前回作った中継施設には一つだけベッドを置いてたんだけどね。こっちの施設にも欲しいなーって。なるほど。見栄え的に人力さんのも含めて4つ設置していきます。てかお前さっき臨時ベッドって言ったけど、通常のベッドはどうするつもりなんだ？そうそう。次回はこれらの施設紹介をしていくんだけど、その紹介の前に設備や内装を作り込んでいこうと思うんだよね。なるほどな。確かにこの施設構造自体はできてるが、家具や設備がチェストや焚き火くらいしかないもんな。そうなの。だからこの殺風景な内装をもう少しいじるのが次回の内容よ。それの最後に施設紹介って感じか。そうなるわね。とは言っても施設は現状3つしかないんだけどね。順次拡大予定だぜ。ほい、ここにベッドを設置して、完成したな、臨時ベッド。万歳。こうして、霊夢たちは夜を迎えるのであった。そして早朝。見なさいよマリサ、もうすぐテイムが完了するわよ。そうだな、初めてのテイム、ワクワクするぜ。待ちきれないわ。早くこの子と触れ合いたい。さっきまで凶暴な敵だったはずなのにな。お、起き上がったぜ。テイム完了。やった、やったわマリサ。おめでとうだぜ。そして協力してくれた人力さんたちにも感謝しないとだな。ありがとう、人力さん大好き。うへぇ、誰だ今、うへぇって言ったやつ。この子の名前は虫けら特殊よ。名前が虐待。いいえ、そんなことはないわ。何を根拠にそんな自信満々と虐待を否定できるのか。何よ、文句があるのかしら。だったらあんたが決めなさいよ。待て待て、ここは一度、この施設と同様リスナーさんに決めてもらうのはどうだ。いいわね、そうしましょ。いいのがあればこの子の名前を虫けらトプスから変えてあげようじゃないの。でもこれってどうやって乗るんだ。あ、サドルなかった。サドル？恐竜に乗るためには恐竜ごとにサドルという装備が必要なのよ。そうなのか。ああ、そもそも私たちで作れるのかしらサドルなんて。肝心なところ抜けてるよな、お前。どれだったかな。この人力さんは何をしてるんだぜ。何かを探してるみたいだけど。ありました。どうしたどうした。ちょっと待ってくださいね。これをどうぞ。え、これサドルじゃねえか。実はトリケラトプス捕獲の話を聞いたとき、使うかもと思って用意してたんですよ。そうなのか。本当に助かるわ。ありがとう。サンキューだぜ。いえいえ。それでは、今回はこの辺りで終わろうかと思います。まだ始まったばかりのシリーズで不安が多いが、この動画が面白いと思ってくれたリスナーさんは、ぜひ、チャンネル登録、拡散等をお願いしたいんだぜ。本シリーズの継続は皆様の評価にかかってます。よろしければ高評価の方もポチッとお願いします。それではみんな、次回会おうぜ。バイバイ。